疲れた。黄金屋を出た時に軍玉閣を見てなかったらどこに行けばいいかわからなかったな。間に合ったよな。渦の魔人はまだリーユエコーに上陸してないよな。お前たちなぜここに。ん？あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ。七星と互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーユエを守るべきだと、そうなったのよ。ふん。なるほどな。じゃあ何か案があるんだな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をチラッと見ただけで。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。だからこそあの化け物をリーユエコーに近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話し合ったけど、それはわからないわ。嘘だろ。でもリーユエを守る仙人と七星だろ。方法はある。え、奇襲機の件で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場に。仙人の装置、凡人には分かるまい。だがわらわが少し手を加えれば、想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔人と戦えるわ。善は急げ、今が決戦の時よ。作戦開始。その真力だ。我々は知っている。注意して受けろ。みんなを守るぞ。ファデリが攻撃を早めてます。やるわね。この件が終わったらそうやすやすと許したりしないわよ。Yeah!
またか。ゴマ、ヒヨ、んな攻撃が来るぞ。ファデュイメ、もうダメなのかい。これで元気を出しておくれ。これって戦力？この光、絶運の魔の時と同じ。うわぁ、リンバーヤの衝撃波だ。すごい。血はあなたを守ります。安心して本気で戦ってください。魔人戦争の時も私はこうしました。こんな一面もあるのか。夜叉の名は敏将を意味する。我が戦力を持ち我のように走れ。子供たちなら三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが我慢です。適応したら使ってみるといい。仙人たちも安心して戦えるぞ。邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。効果
機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍玉閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは軍玉閣を放棄する。どういう考えで。わかった。旅人、助力を願おう。さらば我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。これで終わったかな。あの不吉な気配は確かに消えたな。禁忌滅却の札の力は永久ではない。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったらリユエコーはどうなっていたか。今さら機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて偶然ここにいるわけではない。龍雲や、そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で軍玉閣の建設に取り掛かったと聞いた。最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような宮殿を作り上げたそうじゃ。彼女にとってあれは商人として、そして七世の支えとして、また彼女の人生そのものであるじゃろう。軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力と犠牲は称賛に値するはずじゃ。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れです。私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由も分かってます。しかし譲歩はできません。おや、3700年皆様が帝君とリーウェを守る契約を結んでから、リーウェの土地は盤石のように固く、千年前と少しも変わりありません。しかしリーウェはまだ3700年前のリーウェというわけではないんです。この土地だけではなく、この都市、そして人々にも目を向けてください。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リーウェのために考えてほしいのです。先輩とはな。わらわたちにとって今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど七
生としての契約がある。歴代七星の積み重ねは必ず価値のあるものになる。帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の契約の網を作ったと。でも目が覚めるまで。京子、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだな、これはモンドで起きたこと。四風守護と風神の民の間の話だ。風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは心の傷だけ。メリットは何もないから。属性の七国それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。まあこの都市の人々に目を向けてほしいと行幸も言ったんじゃろ。バイ。皆様、この度はありがとうございました。何者だ？戦艦軍隊長アイガン、礼を言いに参りました。これが最後の戦いになるかと思いましたが、皆様のおかげで最悪の事態は免れました。私は一兵士ですが、これからも全力でリーユエを守り、このご恩をお返しします。あれ、みんな元気ないね。あの怪獣を倒したのに。怖くないよ。危険な時みんなちゃんちゃ。あ、そこのお兄さん。いけないな。え？いけない。我はそっか、仙人も大変。みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は仙人に感謝せん。神とリーユへの契約は昔のことじゃ。今はもうリーユ港にいるだけで違和感を覚え、しっくり来ぬぞ。わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。戻ろう。コーマ大勢。コーマ大勢の意図はわかるぞ。久しぶり、私がここの契約を理解したとき、リーユエはまた、まあよい。帰るぞ。ふん、皆がそう言うなら我も執着は。だが我らが去った後リさあさ、昨月も戻るがよい。人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。あ、そうだ、この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は、が危機は去ったけど、岩王帝君は姿を見せてない。あの神の死は一体どういうことだったんだ。わからない。オイラたちが準備した送る相手のいない操船儀式が今唯一の手がかりかな。